皆様ごきげんよう、ココアです。今回は羽田空港のグルメスポット5カ所行ってみたです。最後のお土産パートもぜひぜひ見てくださいね。それではスタート。最初にご紹介するのが羽田空港第2ターミナル2階にある東京ミルクチーズ工場。記念すべき1軒目なのですが、実はお出かけ前の予定には組み込まれていませんでした。お昼ご飯を食べたいお店の開店までに時間の余裕があったので、先にお土産リサーチに行くつもりだったのですが、そこで運命的な出会いをしてしまいました。お店があるのは東京食品館というお土産ゾーン。その一番奥に美味しそうなスイーツを発見。お昼を食べるお店は並ぶかもっと予想して少しおやつを食べちゃいました。即決で右のチョコ。待機列に並んでいると、試食どうぞ、もう一つどうぞ、こちらもどうぞ、なんと3つも試食をいただいてしまいました。こちらがティラミスを焼き上げたような濃厚な味わい、ショコラ&マスカルポーネクッキー。次にフランス産の塩を使った生地とカマンベールチーズチョコレートのソルト&カマンベールクッキー。最後はローズマリーハチミツ入りクッキーにゴルゴンゾーラチーズのチョコをサンドしたハチミツ&ゴルゴンゾーラクッキー。1種類ごとの購入はもちろん、3種類詰め合わせセットも販売されていました。他の商品もとっても魅力的だったので、チーズパフとお土産2つ買うことにしました。お土産は羽田空港限定商品です。チーズパフはショコラ&マスカルポーネ味を注文。じゃーん、買えました。お土産は後で紹介します。いいお天気なので展望デッキで食べましょう。第2ターミナル5階の展望デッキにやってきました。素敵な景色を眺めながらおやつをいただきます。チーズパフショコラ&マスカルポーネ351円。背景に飛行機が映っていると空港に来たよって記念にもなりますね。全体的にしっとりした生地ですが、表面には砕いた生地を乗せているようなサクサク食感が。クリームはショコラもマスカルポーネもとっても滑らか。粒チョコもいいアクセントでした。2軒目は羽田空港第3ターミナル羽田エアポートガーデン1階にある5代目花山うどん。羽田エアポートガーデンは全面開業して約1年のエリア。エスカレーターを降りた先には日本文化の美しさを表現した羽田エアポートガーデン特別フォトスポットがあります。近くで見るとより迫力があり、真ん中のゴールドのオブジェからは神々しさと近代的な雰囲気を感じることができます。こちらの舞台には靴を脱いで上がることもできますので、記念撮影にもぴったりです。1階について左を向けば、本日のランチをいただく5代目花山うどんがあります。私は平日にお邪魔したのですが、メディアでも多数取り上げられている人気店なので少し並んでから入店できました。芸術作品のような照明の温かい光、落ち着いた雰囲気でとても居心地の良いお店でした。壁には和を感じさせる桜が描かれていました。優しい色使いで温かな気持ちになります。こちらがメニューで QR コードで注文します。サービスの黒豆茶嬉しかったです。花山御膳というおうどんとます寿司のセットにしました。ます寿司は2種類から選べます。おうどんの種類も2つあり、群馬県産か鬼ひも川が選べます。看板メニューということで鬼ひも川に挑戦することにしました。薄そうな麺だけどうまく食べられるかな。はい、こちらが私の選んだ花山御膳です。
温かいおうどんの花山かけにしました。たぬきさんの器がとっても可愛いですね。ます寿司は上州椎茸をチョイス。椎茸ときゅうり、いくらがいっぱい敷き詰められてる。お醤油をかけていただきます。そして食べる前にお友達が注文したものも撮影させてもらえたのでご紹介します。こちらは冷たい鬼ひも皮の花山御膳。繊細な麺のため食べる直前までお水に浸してあります。エビ天ます寿司は天ぷらに甘いタレがかかっています。醤油つゆとごまつゆ、2つの味が楽しめるザルのうどんもいいですね。それではまずはお出汁からいただきます。めっちゃ美味しい。最初おうどんのお出汁にしては濃いかなと思ったのですが、スプーンが止まりませんでした。そして初鬼ひも皮、もちもちだけどくどくない滑らかな舌触り。平たいおうどんにはお出汁がたっぷり染み込んでいて新感覚を味わいました。お箸では切れないのにお口の中に入れるとスルッと噛み切れる不思議な食感のおうどん。箸揚げも上手にできて大満足でした。最後に味変に七味がとってもおすすめ。後からピリピリくるので入れすぎ注意です。ます寿司は酢飯ご飯で上品な椎茸を贅沢に味わえます。いくらや卵で見た目も華やか。個人的にアクセントのきゅうりが好きでした。お次は同じく羽田空港第3ターミナル羽田エアポートガーデンの2階にあるパパブブレ。こちらはキャンディ専門店。壁にはキャンディの作り方がイラストで描かれています。今から実際に作っているところをダイジェストでお届けします。まずはドロドロに溶かされた飴に色をつけていきます。大きく切り分けて、途中で素敵なパフォーマンス、よーく見ててくださいね。キラキラキラー、拍手喝采。6キロほどある飴をフックに吊って練っていきます。まだふわふわな状態のキャンディ、ほんのりピンク色が可愛いです。今回はある漢字を飴の模様として作っていくようです。何かわかりますでしょうか。3、2、1、お見事、桜の完成です。とっても大きな飴の塊が作られていきますが、果たしてここから本当に小さい飴の粒ができるのでしょうか。なるほど、そうやって細く伸ばして作っていくのですね。トントントンとスピーディーに飴が切られていきます。桜デザイン桜ラテ味のキャンディ、私も出来たてをいただきました。こんなに小さいのにどこから見ても美しい。素敵なキャンディーをありがとうございました。いろんな驚きや感動を発見できる羽田空港、この後も引き続きお楽しみください。4軒目は羽田空港第3ターミナル4階ボンビボンプラス2。こちらは3階の出発ロビー。そこから見える和の雰囲気を目指してエスカレーターを登っていきます。4階からはこんな景色が見えます。後ろを向くと赤と白の提灯がふわりと灯っています。優しい水色ののれん、和と洋のコラボレーション。素敵なショーケースには美味しそうなパンがたくさん並んでいます。私は事前に調べて絶対食べたいと思っていた商品を購入しました。でもどれも美味しそうだった。第3ターミナルにも展望デッキがあるのでそこで食べましょう。朝は快晴だったのですが少し曇ってきました。でもせっかく空港に来たから飛行機を見ながら食べたいということで、お外でいただきたいと思います。じゃーん、チョコ好きにはたまらないパンオンショコラです。しっかりと焼けたデニッシュ生地は一口食べるとバターの甘い香りが広がりました。
中にはビターチョコが挟んであってほろ苦くてとっても美味しかったです。今回はいろんな箇所を回りたかったので1種類しか購入しませんでしたが、後で写真をじっくり見てみるとサンドイッチなどのお惣菜パンがとってもお得であることが判明。次回はこちらも食べてみたいです。日も傾いてきたのでこの後は屋内でゆっくり過ごしたいと思います。ラストは羽田空港第3ターミナル5階プラネタリウムスターリーカフェです。第3ターミナル5階はホットゾーンとクールゾーンに分かれていて、スターリーカフェはクールゾーンの奥にあります。天井には天の川のような電飾が。光に導かれながら進んでいきましょう。カフェの前まで来ると上空からオリジナルキャラクターがお出迎え。こちらのドリンクやフードは街でよく見かけるプロントが提供していて、カフェスペースのみの利用もできます。プラネタリウム上映時間はカフェタイムとバータイムに分かれていて、季節によって上映内容も変わるようです。それではプラネタリウムドームに行ってみましょう。上映中は撮影禁止だったので休憩時間の雰囲気だけお届け。ドーム型のテーブルライトも可愛い。プラネタリウムとブラッドオレンジジュースのセット1300円。ドリンクは種類によって値段が変わりますのでご注意ください。久々のプラネタリウム、宇宙や星座を見ながらゆったりとした時間にとっても癒されました。羽田空港のグルメスポット5カ所行ってみた。ここからは私のおすすめのお土産を添えていきたいと思います。一つ目は先ほどとっても素晴らしいキャンディー作りを見せていただいたパパブブレ。見渡すと可愛いキャンディーやグミがいっぱい。日本のお土産にポップなお寿司キャンディーはいかがでしょうか。店内に広がる甘い香りにドキドキワクワク。羽田空港限定セットも販売していました。キャンディーはフルーツ味が好きなので定番のフルーツキャンディーを購入。お家に帰ってお皿に出してみると一粒一粒キラキラ輝いていました。フレーバーはこの中からランダムで入っているそうです。可愛いキャンディーだったのでハートの形に並べてみました。フルーツキャンディー590円。眺めるのも楽しいキャンディーですね。2つ目はおやつのチーズパフをいただいた東京ミルクチーズ工場。かわいい紙袋の中身気になりますよね。お土産には羽田空港限定のミルクチーズブッセをチョイスしました。やはり限定って聞くと買いたくなっちゃいますよね。おしゃれなデザインの箱に入ったミルクチーズブッセ4個入り1296円。生地は甘すぎずとっても上品で、クリームは甘じょっぱい感じ。生地とクリームを一緒に食べるとチーズ感がとっても増します。最後はまとめてご紹介。第3ターミナル4階の江戸食品館、こちらではいろんなお土産が取り揃えてあり3つ購入しました。この豆食いという商品は手のひらサイズの手ぬぐいの中にお菓子が入っているのですが、種類豊富で日本の良さが伝わる素敵なお土産だなと思い撮影させてもらいました。店内には数多くの羽田空港限定お菓子が集められていて、限定商品が見比べやすくなっているところも魅力的でした。私はこちらの羽雲の栗味を家族のお土産に買いました。とっても美味しかったと感想をもらいましたよ。続いてのお土産はこちら、鬼ひもかわ3人前1080円。ランチでいただいた花山御膳の鬼ひもかわ、おつゆもついていて鬼ひもかわの美味しさをご家庭でも楽しめちゃいます。5代目花山うどんの店頭でも同じものが売られていましたが、お土産を選ぶタイミングで購入できるのも嬉しいですね。最後はチョコ好きの自分のためのお土産です。カフェショコラウィッチ6個入り1360円。ゴールドの文字がおしゃれなしっかりした箱に入っていました。蓋を開けると3種類のお味の説明が書いてあります。大きなチョコサンドがお目見え。
こちらは三本コーヒーとラメゾン白金のコラボ商品で羽田空港限定フレーバーとなっています。カフェラテ味はホワイトショコラ、ホワイトチョコで優しい甘さも感じられます。コーヒー味はビターショコラ、本当に大人向けなお味でした。キャラメルラテ味はキャラメル風味ショコラ、キャラメルはほんのり奥にいる感じです。分厚いチョコレートがサンドされていますが、粗挽きコーヒーの存在感が大きいので、コーヒーやビターなお菓子がお好きな方には喜んでいただける一品だと思います。気になるお土産はありましたか？羽田空港限定のものを中心に選んだので、お土産選びの参考にしてみてください。ここまでご視聴いただきありがとうございます。最後に今回のお財布事情まとめをしていきます。ご自身の予定を立てる際の目安にしていただけると嬉しいです。それではスタート。まずはグルメパート、チーズパフショコラ&マスカルポーネ351円、花山御膳1580円、パンオーショコラ400円、プラネタリウムとブラッドオレンジジュースのセット1300円。グルメパートハウマッチ、トータル3631円、いろんな美味しいを楽しめました。続いてお土産パートです。フルーツキャンディ590円、ミルクチーズブッセ4個入り1296円、羽根雲栗5個入り1458円、鬼ひもかわ3人前1080円、カフェショコラウィッチ6個入り1360円。お土産パートハウマッチ、トータル5784円、お土産いっぱい買っちゃいました。本当はまだまだ買いたかった。羽田空港のグルメスポット5カ所行ってみた、おすすめのお土産を添えて、いかがでしたか？食べてみたいものや行ってみたい場所、動画の感想もコメントお願いします。また次回は羽田空港お散歩編をお届け予定です。楽しみにしていてください。それではご視聴ありがとうございました。 See you next time!